三菱ミニキャブトラックに新色追加三菱は軽商用車ミニキャブトラックの一部改良を実施し2024年5月27日に発売を開始したことを明らかにしました販売店での反響についてどのような声があるのでしょうか三菱の軽商用車ミニキャブシリーズは 1966年に誕生しました。現行型のミニキャブトラックは2 0 3 0ト、mm、ルの長さを確保した広い荷台や、室内幅1 3 1 0ト、mm、ルとゆとりある車内空間が特徴で、荷台の床面地上高は6 5 0ト、mm、ルと、積載や積み下ろしのしやすさも優れています。また、 最小回転半径 3.6M と小回りが利き、ショートホイールベースでアクロ走波性が高く、積載時の重量バランスにも優れています。グレードは充実装備の最上位グレード G、農業などでの利用に適した装備を付したグレードミノリ、基本装備のベーシックグレード M の3種類を展開します。 今回の改良では、主に燃費性能の向上と安全装備の強化が図られました。燃費性能では、トランスミッションに5速 MT を、搭載した全モデルにアイドリングストップシステムオートストップ &5 を追加したことで、燃費効率を最大約3%向上させました。安全面では全グレードにリアパーキングセンサー、 およびメーター内のリアパーキングセンサー表示灯を標準装備。また、G ノり、グレードに標準装備されていた後方誤り発信抑制機能に。新たにブレーキ機能が追加されました。後方誤発進抑制機能作動中に。障害物との衝突の恐れがあるとシステムが判断した場合。ブレーキ制御が作動し、 ご操作による衝突回避や衝突被害軽減に貢献します。機能面では M 実りグレードにキーレスエントリーシステムやパワードアロック、パワーウィンドウを標準装備し利便性を向上しています。さらに最上位の G グレードには LED ヘッドライト、電動格納式リモコンドアミラーを採用し、 新たな外装色として、クールカーキパールメタリックが追加されました。販売店での反響について、千葉県の三菱販売店の営業スタッフは以下のように話します。今回の改良では、機能面や安全面がより充実しました。また、新たなボディカラーとして、濃いめのグリーンカラーがラインナップしたことも特徴の一つです。 当店での反響はちらほらといったところでまだ多くはないですが新たなカラー展開もあるのでこれからといったところですかね別の販売店の営業スタッフは以下のように話します軽トラをお使いのお客様の場合例えば農家の方だと長期間フルに使って故障したり年数経過で壊れてきたりした時に 買い替えを検討される方が多いですね。お客様によっては、こちらから買い替えの時期について、お声がけさせていただくこともあります。ですので、今回の改良での反響というよりは、これから買い替えの時期のタイミングでお問い合わせが増えてくるかなというところです。納期は3、4ヶ月ほどを見ていただければと思います。 今回一部改良されたミニキャブトラックの車両価格、消費税込みは、110万3300円から159万600円です。なお、現行モデルのミニキャブトラックは、スズキからキャリーの OEM 供給を受けて販売されているモデルとなっています。